はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。白蛇カイラのお宝集め何本かドロップしたんですけども取られました。なので今日はですね、まあ、0本からですね横取りで集めたいなと思います。結構ねマッチング相手は出てきます。ただしセンター王族が多いよね。今ですね優勝回数53回まで来ました。結構ね頑張ってねやっています。全体ランキングはやべえ1400ってなんだよ。僕がですね今53回で順位の方が46,580なんで結構全体的にねレベルが高いすごいよね優勝回数がさ。だから僕もねちょっと追い上げていきますよ。さあ今回ね秘策があります。横取り最強といったらこの男絶好仮面絶好門です。かましたるぜ。そしてオボーチャマの友達んこかけまくってやるぜ。まあ、こんなね作戦でね今日は行きますよ。まず一番最初はですね、まあ、チャンスタイムからねスタートしたいなと思います。ということでちょっとねトーナメントを周回してですねで、まあ、チャンスタイムが出たところでね行きたいなと思います。僕のメインの周回パーティーはこんな感じ。暴走カイラでですね技ゲージを多く貯めてでこの暴走ノルソルでねとどめを刺すというね2パターン攻撃です。逆に言うとだからこういうパーティーで周回している人が多いっていうことだよ。だから王族ニョロロンが多い。この辺りをねまあどう見るか、このセンターからねパーティーを読む、これがね横取りの面白いとこだよね。さあこれで35ポイントですね。これがマックスです。さあ来ました横取りチャンスタイム、行きましょうか。チャンスタイムはね本当にチャンスタイムなんで、このチャンスタイムをうまく使って横取り勝っていくのがねまあポイントかなと思います。さあこんなパーティーでいきましょうか。王族ですね、王族でだいたい強さが3万1000ちょっとぐらい。これでですねまあみんなセンター王族なんでどれに当たってもね同じかと思いますけども、さあこれで3番線でチャンスタイムが乗っかって強さアップが乗っかってで王族なので負けません。勝ちました。まあほぼほぼ勝てるでしょう。なんかやっぱチャンスタイム強いよね。さあまず最初の1本黄色からいきました。さあそしてもうね連続でねいっちゃいましょう。最強を出していきます。お坊ちゃまいきます。今回チャンスタイムではないので確実にねこの種族相性とかでも勝っていかないと勝てません。でですね今回お坊ちゃま絶好門がですね絶好仮面がですね不気味族ということで勇ましをね狙っていきます。今回のね武道会勇ましでね勇ましっぱでね周回している人結構多いです。まあ僕もね勇ましっぱでやることありますけども、さあ勝ったぜ。勝ったり負けたりこれは微妙な駆け引きいきましたね。今回はですねこの絶好仮面オーボーチャマそして半沢さん使ってます。あの黒い人ね犯人ではありません。犯人の半沢さんちょっとね相当レアなキャラ使ってますけども、まあ、持っていないっていう人は、まあ、不気味族のキャラね他のキャラとかねうすら影族のキャラ他のキャラでもね代用は効くかなと思います。まあ絶好門ほどのね強さは出ないかもしれませんけども、いきましたね。やっぱ強いよね。さあこのままね勝ち進んでいきます。このまま最後までいっちゃいたい。おここでチャンスタイム来たね。これ横取り中ってさ結構チャンスタイムがね発生しやすいよね。さあチャンスタイムなんでこの王族プラスこの吹雪姫でねいきましょうか。今回僕はねこの横取り特攻のね吹雪姫ガチャから出たんで、まあ、それはラッキーだよね。吹雪姫発動しなくても、まあ、チャンスタイムであれば勝てますね。さあ早くも4本集まりました。後半戦いきます。意外と早く集まるかも。
さあ絶好門炸裂です。さあセンター勇ましし、かもね仮面ライダー狙いはですねおすすめです。勇ましっぱでねやっている可能性が高い。いきましたね。さあ緑色ゲット。さあ残り3本、今のところ順調です。このままいけるか。さあこうやってみると王族でねやっている人が非常に多い。さあいけるか。ブシニャンフューチャー、ちょっと微妙になってきた。おっとここ負けて、あーっとギリか。犬杖は、まあ、すかさずいきましょうか。まあ、100% 勝つのはね横取りの場合は難しいので、まあ手持ち横取りチケットの中でね全てコンプリートすればいいでしょう。さあ電王、これはどうだ。おっと強えな初期値が強えわ。これは無理です、ボロ負けです。さあ残り3色厳しいね。ちょっと作戦変えます。チャンスタイム待ち作戦、チャンスタイム作戦でいきます。やっぱり残り数本はね難しくなってくる。チャンスタイムはですね、まあ、このねチャレンジステージでもね出てきます。で勝っても負けても出てくるんで、まあ、特にね勝つ必要はありません。なので、まあ、横取りされないようなねセンター王族で、まあ、残り弱いキャラ、まあ、D ランクとか E ランクでね戦力を落としたパーティーで、まあ、早めにここで負けてですねチャンスタイムを出して、そこでまた横取り仕掛ける、そんな作戦でいきましょうか。まあ、チャンスタイムっていうかこのチャレンジステージがね出ていないっていう人は通常ステージでもねもちろんチャンスタイム出てきます。来ましたね。まあ、ただチャレンジステージの方が種族縛りとかめんどくさくないよね。さあチャンスタイムなので王族パーティーでいきましょうか。手持ち6枚、もうね負けることはできません。いきます。さあこれでおっと結構いい勝負だけど、チャンスタイム乗っかって、特殊能力キャラ乗っかっていきましたね。46000。さあ水色ゲット。さあ残り2色一応ですねおぼちゃま絶好門を使いたいんで、最後にねこの不気味薄ら影のね色が残るような感じで横取りね仕掛けていっています。さあ来たぜチャンスタイム。チャンスタイムはねやっぱでかい。チャンスタイムを使えば横取り特攻はね、まあ、今回使ってますけども、この感じだとなくても勝てそうだよね。さあ行きましょうか。センターは暴走ノルカソルカ。さあどうだ、行きましたね。46000いったぜ。さあこれで残り1本まで来ました。さあ結構ねこのチャレンジステージ、チャンスタイム結構来ます。まあ15分ぐらいやってれば来るんで、まあここは気長に行きましょう。来ました、横取りチャンスタイム。さあ最後のラスト1色はね強敵、自分よりね結構強い敵と当たることが多いんで、もう手加減なしのこの絶好仮面とおぼちゃま、そして半沢さん使ってねいきますよ。ここはマジで取りに行く。種族チャンスもね使っていきたいなと思います。紫なんで不気味のね強さが上がりますよね、確率なんだけど。さあ残り4枚、これは負けられない。さあできればセンター勇ましをね狙っていきます。仮面ライダー電王。さあ電王勝てるのか。さあチャンスタイム、そして強さアップしました。特殊能力の吹雪姫は発動しません。まあでもね
絶好門とおぼちゃまが発動したんでいいでしょう。さあこれで来ました、横取りに成功です。これでラスト1本コンプリート。まあなんとかですね、無課金のね手持ちチケットで全てね集めることができました。さあ白蛇カイラ、これは欲しかった、これはすごい使えるよね。さあまだまだねバリバリやっていきます。今ですね終わったのが夕方の5時20分ですね。